受験生版虎の楽屋トーク。さあ、数ヶ月ぶりにね、4本目として今日、一本撮りましたけれども、今終わってほやほやな段階ですけども、疲れましたか？ちょっと一本だけなのに。前に比べたらね、はい、ちょっとかなり、まあ、いい意味でも陽気な方だったんで、ね、前はかなりね、センセーショナル空気漂ってたんですけど、そうですね、なるほど、大丈夫でした。はい、山部さんどうですか？まあ、そうですね、ちょっともうちょっとなんか色々固めてから来てほしかったところはありますけどね、正直なので、うん、はい、うん、思いであったりプランであったり、はい、はい、松原さん尺が足りるかな最初不安だったんですけど、まあ、結構引き出し意外とあってね、なんかお好みで見えなかったんで、そういう編集じゃあ、まあ、カットできないと思ってこれをここで言うってことはあれカットできないからね、そうそうそう、後で彼にジャンプ言っといてください。はい、はい、で、まあ、やっぱ皆さん優しいなと思いました。まあ、本家と比べてかなりやっぱ優しいんで、志願者は大募集です。まあ、これはですね、結論が出てから放送されると思うんで言っちゃっていいと思うんですけど、はい、僕は素直にナッシングで終わると思ってました。うん、はい、思ってましたよね。ナッシングやろな。はい、でまあまあ、これはこれでありなのかなと思ってた、思いきやでしたもんね。森田さんも同じように出そうと思ってたんですか、条件を。条件は考えてました。なるほど。はい。さあ、もう一回、キムさん、今日、全体的にいかがでしたか？いや、そうですね。いや、まあ、朝の収録だったんで、はい、細井先生が来るかなっていう心配が。来ますよ、毎日働いてますよ。ずっとみんなって言ってたんですよ。志願者も、なんか、道に迷いながら、なんとか間に合ったんで、はい、あとは細井さんだけだな。10時から手術してるからいいな。ということでした。はい、小林さんどうですか？そうですね、まあ、今回4人目だったので、はい、まあ、今までは結構インパクトがすごかった、はい、まあ、ある種こう人も良いし恵まれている子なのかなと個人的には思いましたね、うんうん、だからその恵まれてるかなっていうところがこの受験生版タイガーファンディングに向いてるかどうかっていう部分はもしかしたら半分かもしれませんもんね、うん、ですね。なんか普通に、まあ、最受験してるなら塾行けばっていう感じが僕はあったんで、うんうん、やっぱりこれまでの子たちと比べるとっていうのはあったんでした、はい。なんか今日は僕も隣に座りましたけど優しく肩を抱くわけでもなく結構厳しくですね言っちゃったような気がしてるんですけども、僕の中ではなんか終始ちょっとイラ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 っていう感じがあってですね、なんか煮え切らんなこの子みたいなのがありましたけど、そうでもなかったですか？僕だけですかね、どうですか？なんか横がかなりありましたね。あ、いやむしろなんかもっといっちゃいそうだったのは岩井師匠がうまくまとめてくださったんで逆にまとまってたかったって、うん、細井先生にさらにかぶせてガンガンちょっと言っちゃったんで、それは我慢したんですか？我慢とか岩下がまとめてくださったんで、あ、その方向でじゃ あやってくればっていう感じで、最後に彼が感想はって言った時に、いや嬉しいんですけど実はって ね細井さんをなんとかギャフンと思いました。どう僕をギャフンと言わせようと思ったのか、またプランニングが見えない。本当謎だよ、ノープランで来たんじゃないのかね。最後あれは放送されてるかどうか分かりませんけどね、なんかそういう言葉が出てくると思わなかったんで、やっぱなんか熱いもの持ってるのかなっていうのはちょっと絡めれた瞬間でもありました。やっぱりね、本番の中でその熱さみたいなもの、思いみたいなものは伝えきれなかったね、彼は。うん、まあ、口下手でしたよね、すごいね。でした、まあ、あとはやっぱりその今後出る人たちにはやっぱりその僕らがね魅力的に感じれば、はい、彼も指摘しましたけど、まあ、さっきこの番組の中では僕らボランティアじゃないよって言ったんですけど、ボランティアしたいんですよ、けどもそこには理由がないと全人類にお金を配らなきゃいけない前澤さんみたいになっちゃうわけですよね。だからそうじゃないですよね、僕らはその人が人となりとか境遇を見て、でまあ少なからず大人だし少なからず余裕があるから君の夢にベットしてもいいと思うよっていうことを言ってるわけであって、別にボランティア組織がないわけじゃないんですけどね、そこに理由がちゃんと伝わってこないと、そうしたらね、これをやる意味がないじゃないですか。そうですね。ね、はい。まあでもよくよく考えれば、ね、こういうものにね、出ようと思うわけですから、それだけでも勇気があったかなって途中では思ったんですよね。うん、はい。まああとはですね、やっぱりなんていうのかな、本当にさっき小林さん言ったように、何か、挑戦する意味みたいなものが明確に今日あんまりなってなかったから、話がなんかこう、右往左往しちゃったのかなって思いますけどね。うん、あ、学歴コンプのラップを歌えば一発だったんですけどね。出なかったですね。なんでそれをやらんの
とかもうね、もう何も言わずにもう早稲田のケツの人家に相手をえみたいなやってくれたら僕はね、中高バスでやってて、で今ラップやってるっていう風には見えなかったね、なんかね、あそこでスクッと立ち上がってね、イエーってやれば、あこういう姿形のこともやっぱりやるんだみたいな。いや俺その出口出たとこにマージャンのスピーカーがあったんで、俺ラップ始まるのかと思ったまさかのあのスピーカー使ってラップくんのかとか思ったら全然来ねえな、完全な深読みでだったいやもう早稲田で踏んでほしかったよ、金出せよ早稲田の時ずっと考えてましたもん。いや俺もその条件付きでラップ歌ったらしようかと思ったんですけど、さすがにこの場じゃ考えられないよなって思ってまあでも結果的にはね、お二人からの条件がついてねコールになりましたけれども、まあ結果的に武田塾さんに行くのかどうかまだ分からないですけれども、うん、そうですね、本心でいかがですか。今回その武田塾の名前が出てたんで、まあ、ちょっと出したところあるんですけど、はい、毎回それ出しちゃったらちょっと面白くないんで、うん、そういうのはちょっと今後少し減らしていきたいと思いますけどね、なんか。とか言いながらね、30万も出したもんね、はい、そうですね、はい、まあ、でも今回良かったなと思うのが、やっぱりその条件付きオールが本人のためになる条件じゃないですか、うんうん、その夢に。本当ですよね。それはすごいいいなと思いました、はい、森田さんの、はいはい、本当にあの森田さんがおっしゃった条件っていうのは、そうだ、そこで潔さを見せるんだったらっていうのがあったんで、うん、僕もいい条件だなと思いました。そういうね、バイトに電話するって言ってました、はい、振られた松原さん、いかがですか森田さんがあれスーパーコイル君使うと思ってなかったんで、はい、でもまあ良かったです。結果的に金取って一番いい形になりましたし、うん、まあ、僕も同じ、ね、M の仲間としてちょっとだけちょっと貢献したいですそればっかりやったちょっと見えるなと思ったあ、そうですいやでも五分五分だと思ったって、いや断られる可能性の方がむしろ高いんじゃないかぐらい思ってたんで。あ、そうですか。バイト辞めるとですよね。はいはい、そうそうです、はい、大学も辞めるんですか。あ、辞める。大学は行かない、行かないな、はい、留学だったりとか、はい、もう授業ゼミだったりとか、はい、そういう本当にあそこまでの彼だけを見てると最後に悩みながらすいませんっていう可能性ありましたよね。あそこでここで電話しましょうかって言ったのは、はい、すごい潔かったですね、あれは、はい、ね、ああいうものが最初からバーン出てればね、もっと簡単にタンタンタンと言ったような気がするんですけど、やっぱ緊張するんでしょうね、うん、なんか現代文が9割取れてるじゃないですか。そうですね、現代文が9割取れてることとコミュニケーションのってまた違う小論文失敗してそうだね、なんか小論文クレームもね、わからなくて僕も自分手間味噌ですけど、僕現代文だけめちゃくちゃ強かったんですよ。で、あ、現代文がこれだけ強いのにやっぱり小論文とかでああいう言い方しかできないかとか、やっぱコミュニケーション能力が違うなと思いながら見てましたけどね。本当に現代文強いことで彼も言ってましたけど、勉強しなくていいじゃないですか現代文は、うん、もうそのまんまでいけちゃうと思うので、まあ、あとね残り8月まではバイトやるって言ってましたから、9、10、11、12、半年ですよちょうど、うん、まあ、どこまでやれるか、うん、武田塾国立校にかかってますね。そうですね、武田塾国立校に、はい、大学に近いって言ってましたしね、大学行かないですか。いやでも実際に森田さんがどこまで関わっていただけるか別として、彼がそばにいるっていうのはすごい彼にとって強力な、ね、援軍ですよね、はい、結果的にはフォローになりましたので、はい、まあ、あともう一個実は理由があって、はい、これ出ちゃったらバイトできないんじゃないかな、どちらにしようか、うん、なるほど、いわゆるもう学歴も全部出して、はい、っていうので、その働いてる塾で果たしてそのまま働けるかって言ったら、はい、かもしれませんね、うん、大学名言っちゃいけないですもん、まあ、逆に、まあね、YouTube 出たからって人気が出るかもしれないですけど、はい、ちょっとこんな人じゃみたいに思われる可能性も出てきたからね。でも森鉄チャンネルでフォローしていくんでしょ。ああ、それはできますね。ねえ、はい、もうどうせバイトも大学も行かないんだったら、はい、お金も入ってくる、はい、ですね。まあ、あとは今後ですね、一応予定としてはこうやって毎月1本ね収録をすることになりますので、またですね、ちょっと配信日がまだ決まりませんけれども、できたら8月の末までに出したい、夏休み中にね。でももし斉藤さんが嫌だと言われれば9月になっちゃうんですけれども、だいたい森鉄チャンネルでこれから1本流しで長い時間で流れていくと思いますので、ぜひお楽しみにしていただきたいと思います。はい、今日お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。山木先生に受験相談やってもらって、そうですね。どんな感じなのか聞いてもらいたいと思います。はい。